これがキンポップですよ。かっこ興奮気味。はい、どうも、俺でございまーす。ということで、今回もカード開封していきまーす。ということで、今回は、まさか買えると思ってなかった、はい、ドドン。これ、遊戯王のレアリティコレクションということで、これね、出んのは知ってたんだけど、まあ、どうせ買えねえだろうなと思って、今日は、祝日23だっけ、いつものとこ行ったら売ってたんで、ワンボックスハーフ買ってきましたということで、まさか買えると思ってなかったな。はい、じゃあこれ買えたってことはそんな激アツカードが出ないのか、たまた運が良かったのかと思ってんだけど、どうなんだろう。はい、まあそんな感じで開けていきますね。はい、でまあどうせ誰も見ない動画なんで、2週に分けて、動画投稿したいなと思っております。はい、で15パックあるんで7、8ぐらいで分けてやろうかな。はい、ということで、ちょっと楽しみだね。はい、1、2、3、4、5、6、7、7パックあげて後半8パックにしようか。じゃあ行きます。じゃあ開けていきますよ。なんか当たってくんねえかな、激アツのやつ。なんとなくね、調べてはいねえんだけど、なんとなく、まあ、こいつが出たら激アツってのはわかるんだけど。はい、じゃあ1パック目。はい、最後だけね。はい。はい。ああ、これはちょっと言えない。これみんな多分思うことあると思うけど、ちょっと YouTube では言えない。はい。あーっと、壺出てんじゃん。あれ、おー、ナイス。あ、いいカードやっぱ出るんだな。はい。強欲の壺。はい。おー、ナイス。どうなんだろう。これ、まあ、いっぱい出てくからね、強欲とかね。あー、100円。かな。もうちょっとつくかな。はい。じゃあ、2パックで。さすがにレアこれだけにいいカード出ますね。はい。うわぁ。はい。エクレシアからの、ここら辺は知らない。ちょっと遊戯王、何うわ、うさぎ、は懐かしい。やば。はい。うらら、あ、うららか。うららの、これ懐かしいなぁ。これのね、トゥエンティースとか、もう、今、クソ高いでしょ、きっと。はい。こんな感じ。まあ、どうだろう。うらら、まあ、300円ってとこ。いやー、懐かしいな。ああ、面白いな、さすがにな。いや、いいカード出ますね。はい、じゃあ3パック目。リダンからの、はい、からの、なんだっけ。あ、無限法要。次か。いきます。せーの。はい。知らない。はい、これからトラ、なんとかリボルトの宿。はい、これも強いカードなんかな。はい、いや、無限法要懐かしいな。はい、じゃあ一番ケツのやつが当たりなんか、こうなんか光っててくんないと確定で入ってんのかな、ちょっとわかんねえけど。はい、ドラゴンからの、これ何パック目だっけ、忘れちゃった。はい、おーっと、ブラマジが出て、次かな？せーの。あー、知らねえ。なにこれ？うわ、マジカル、ライズフュージョン。これ初めて見たな。はい。なんかブラマジみたいなやつが出たけど、これ知らない。はい。ちょっと値段調べるのだりーけど、まあ、100円とかだろうね。はい、じゃあ5パック目かな。頼む。当たってくれ、なんか激アツカード。はい。アストラムからの、はい。はい。で、次かな？いくよ。せーの。おーっと。エンシェントフェアリードラゴン。なんか持ってたような気もしな、持ってねえかな？エントリーなんとかドラゴン。はい。これね。はい。宿かな？まあ、宿が入ってんだろうね。確定でね。はい。じゃあ6パック目いきましょう。はい、じゃあいきますよ。エンジェルのなんとか、はい、からの、から、小先出たな。
はい、行くよ、次だね。行くよ。せーの。おっと、と、焦った。アルテミスの、これな、これレリー、この光り方なん、なんてだっけ、これなんだ、ちょっと光ってんだけど。はい。アルテミス、これ値段調べてないとわかんないけど、まあ1000円。ちょっとかわいい。ああ、これ出ちゃってんから、これプリシクとは違うよね。これなんだっけ？はい、これね。はい。ちょっとかわいいぞ。はい。これもう出ちゃった系かな？もうダメかな？ちょっとわからん。はい。なんか聞いたことねえレアもなんかあったんだよな。はい。ああ、これラバーゴレムやば。はい。懐かしい。はい。ああ、これも懐かしい。はい。じゃ次、もう出ないんかな？もうダメかな？行くよ、せーの。おっと？ああ、これ禁止カードになったんだっけ？これ、プリシクか？あ、もう出ちゃったっぽいな。もうダメ、これちょっとしたよね。ちょっとだけど、ほんと。これ禁止カードな、忘れちゃったけど、はい。これ、プリシクだよね、はい。なんで俺いつもこういうの当てちゃうんだろうな。はい。まあ、これが出ました。あ、まあ、1000円かな。1000円と予想。はい。はい。というわけで、前半戦、これで終わりにしたいと思います。後半はね、また来週ってことにしときます。はい。で、まあ、前半はこのアルテミスとこの斧ね、これが出ましたって感じ。これ何でやってんだ、これ。はい。まあこんな感じで、で、前半戦とりあえず終わりにしたいと思います。はい。いや、面白いな。いいカードいっぱい出るな。はい。ということで、前半戦はこんな感じで終わりたいと思います。ということで、また後半はね、来週になります。ということで、どうも、俺でした。またね。